はい、どうもお世話になります。アムロのガンプラ製作です。エクシアのリペア2ですね、引き続きこちらの組み立てを進めたいと思います。前回は内部フレームと頭部まで組み立てました。今回はね、胴体部分、あと腰の部分を組み立てます。はい、で今回組み立てますけども、エクシアは背中側に GN ドライブを積んでいますね。以前組み立てたダブルオークワンタフルセイバーの時にも GN ドライブって何なんだ的なことに触れて、コメントなどで GN ドライブって簡単に言うとエンジンですよって教えていただいて、まあ、当時はね、まだアニメの本編を見たことがなかったんですが、一応現時点で、まあ、まだ数話ですけども、00を見た上で GN ドライブって何なのかっていう解説を読むと、まあ、ある程度はストンと腑に落ちますよね。はい、で GN ドライブは GN 粒子と呼ばれる、エネルギーの元になるようなもの、まあ、もしくはエネルギー的なものを、無尽蔵に生み出すことができて、エクシアの体の各所に緑の、プラモデルではクリアパーツで、再現されている、まあ、丸い部分は GN コンデンサという名称で、GN ドライブで生成した GN 粒子を蓄積しておくことができるユニットということだそうです。で、GN ドライブは GN 粒子を無尽蔵に、生成できるんですが、GN 粒子を一定時間で生成できる量に、上限があるために、GN 粒子の、消費量が生成量を上回ってしまう場合に備えてですね、余剰の GN 粒子を、蓄積しておく GN コンデンサが必要っていうことですね。はい、そしてまあ背中のコーン型のものが GN ドライブそのものではなく、まあカバーであって、で先端部分はそのスラスターってことみたいですね。鹿児島県種子島産安納芋使用。安納芋って食べたことないんよな。どんな味なんかな。カッチカチや。おー、黄色。わー、ちょっとカチカチすぎたな。わー、どんな味なんかな。いただきます。ん?あー、芋感くる。わー、いいな、この芋感。まあ、劇中だとその緑色のキラキラしたのがボワッと出てですね、それがまあモビルスーツの推進力になるっていうのは、まあ若干ね、ファンタジー感があるというか、うん、まあ見た目がね、現実に存在しているスラスターとかバーニアみたいな、見慣れた形をしてない分、まあ、若干すんなり受け入れがたい面もありますけどね。で、GN 粒子っていうのは機体を軽くしてくれる、まあ、物を軽くしてくれる効果もあるみたいで、かつ GN 粒子を噴出することで推力にしてるっていうことみたいですね。この GN ドライブっていうエンジンは、限られた数機しか積んでいないので、でまた GN ドライブ自体も簡単にその量産できるようなものでもないようなので、まあストーリーの前半ではガンダムと名の付く機体がこう無双をしてるシーンが多々あるんですが、主人公機であるガンダムはこの GN ドライブを積んでいるっていうこともあって、うん、特別な機体ってことのようですね。はい、ということで腰の部分まで組み立てが完了しました。
はい、そしてね、組み立て手順をちょっと間違ってしまって、まあ、実は内部フレームの中にホログラムパーツを、組み込んでおかなければいけなかったんですね。完全にまあ抜け落ちていて、動画の撮影後に気がついたので、まあ、一旦バラしてですね、ホログラムパーツの組み込みシーンだけ撮影をねやり直したんですけども、まあ、組み立て終わると本当に腰の一部に露出するだけで、ほぼホログラムパーツを装着してもしなくてもまあわからないような状態でした。はい、ということでね、今回はここまでとなります。よかったらまた続きも見てください。それではね、失礼いたします。どうもありがとうございました。